新潟亀田インターチェンジです。新潟亀田インターチェンジ、いつもありがとう。ちゃんとコンビニもあるし、交換する時間帯は雨が止んでいました。ぬくいです、ぬくいです、グリップヒーターぬくいです。お、新幹線です。新幹線ですか、違いましたか。黙ってしまいました。徘徊ライダー、雨のためいろんなことが起こりました。雨の中、手袋はびちゃびちゃになり、新しく完全防水手袋に変えました。やはりぬくいです。それとグリップヒーター、あったかいです。最高です。これがなかったら凍え死にます。徘徊ライダー202110月バイクツーリング、いよいよ佳境に入ってきました。新潟を出発しまして、今日は雨の予想でしたので、雷も鳴るという予想でしたので、走行距離を短くしております。今日は130キロ程度、直江津止まりにしております。したがって直江津から白川郷を経て高山へ寄り道して帰りたいと思います。本日は水曜日直江津、木曜日高山、金曜日岐阜羽島、土曜日に午前中か昼過ぎあたりに自宅へ、豊中へ帰りたいと思います。それではもうしばらくお付き合いよろしくお願いします。徘徊ライダーでした。手参りました、青空です。ゆっくり行きましょう、ゆっくり。降ってまいりました、雨が降ってまいりました。強烈な雨です、強烈な雨が降ってまいりました。
本海東北道です。日本海東北道、やっぱりスタジアムでしたね。これは何ですか。サッカーですか。エコスタジアム新潟、エコスタジアム新潟でした。すごいです。グリップヒーターを締めてゆっくりと行きましょう。北海道で慣れております。北海道で慣れております。この程度の横場で北海道で慣れております。60キロ、もうゆっくり行きましょう。アーテンズさあ、まずゆっくりと。なんとなんと万代道、富山東京方面です。富山東京方面です。富山東京方面、富山東京方面です。ゆっくり行きましょう。東京まっすぐです。おお、横風じゃー、横風じゃー。晴れてまいりました、晴れてまいりました、晴れてまいりました。よかったです。はいはいはい、晴れてきました、晴れてきました。ハイカイライダー、はーい、気をつけましょう。北陸道です、北陸道です。信濃川です、信濃川です。ときめき橋です、信濃川です、ときめき橋です。はい、カリライダー元気です。やや寒いです、やはり雨は寒いです。どんどん抜いちゃってください、どんどん抜いちゃってください。思い出の夜は霧が深かった、誰々の万代橋の何度も晴れてきました、出てきましたら、何やらあちらは黒い雲に包まれております。また一雨降りそうです。今日はもうずっと雨です、明日も雨です。あー、今日まで317キロ。どっか PA はないのか。 PA、 あ、すごい PA が元気になりました。 PA、 PA です。それでは後ほど。黒崎パーキングエリアです、黒崎パーキングエリアです。
いいですね、いいですね。黒崎パーキングエリア、天気になってきましたけど、640円です。640円です。ホタルの里です。綺麗です、綺麗です。マキシガイです。